シクストゥス・フォン・ブルボン・パルマは、最後のパルマ公ロベルト一世と二番目の妻、マリアアントーニアの間の長男。全名は、シクストゥス、フェルディナンド・マリア・イニャッツィオ、アルフレッド・ロバート。フランス語名は、シクスト・ド・ブルボン・パルム。イタリア語名は、シスト・ディ・ボルボーネ・パルマ。第一次世界大戦で、弟・グザビエと共に、ベルギー軍将校となっていたが、 シクストゥス事件に発展した、オーストリアの連合国との単独講和交渉の中心人物となった、オーストリア最後の皇后ツイタの兄である。また、彼には多くの著書がある。シクストゥスは、最後のパルマコ・ロベルト一世と、その二度目の妻である、ポルトガル王ミゲル一世の娘、インファンタ・マリーアントーニアデル・ポルトガルオの長男である。父には、 戦災との間に12人の子供がおり、シクスティスは、ロベルト公の24人の子供のうちの14人目で、息子としては6番目に生まれたことから、シクスティスと名付けられた。シクスティスの父親は、イタリア統一戦争中に、パルマ公国から追放されていたが、子供のいなかったおじのシャンボール伯爵、アンリの莫大な財産を相続していたため、ロベルト公は、非常に裕福だった。 彼は大家族を築き、ビラピアーノレとニーダーエスターライヒ州のシュバルツァウジョを往来して交互に居住した。シクストゥス講師は、スイス国境近くのフェルトキルヒにあるイエズス会が運営する全寮制のカトリック男子校、ステラ・マトゥティーナで教育を受けた。高校卒業後、彼はパリで法律を学んだ。1907年に父親が没すると、 シクストゥスのイボアニの中で唯一の健康な男子だったエリアがパルマ家当主の摂政として一族の財産の大半を相続した。1910年、ロベルト公の1000歳の子供たちと5歳の子供たちが父の資産を分割する合意に達した。その翌年にはシクストゥスの妹であるツイタがシクストゥスの幼馴染みであるオーストリア・ハンガリー帝国の定位系証券者、 カール大公と結婚した。第一次世界大戦が勃発すると、一族はさらに分裂していった。祖先は、パルマに君臨していたが、シクステゥスの兄弟は、フランスやオーストリアとの結びつきの方が強かった。フランス軍に入れなかったシクステゥスと弟のグザビエの、両公子は、ベルギー軍に入隊し、兄弟のエリア、フェリックス、ルネは反対に敵型である。 オーストリア軍に加わった。1917年、大戦が4年目に突入した頃、シクスティスの議定である皇帝カール一世は、シクスティスを仲介役に立てて、フランスと極秘の和平交渉を行った。皇帝は、忠実な幼馴染であり、副官だったタマーシュエルデーディ白爵の協力を得た。カールは、中立国のスイスを経由してシクスティスと接触した。 ツイタ皇后は兄をウィーンに招待する手紙を書いた。中立国スイスに滞在していていたツイタとシクストゥスの母親が手紙を直接持参した。シクストゥスは1870年の夫婦戦争後にドイツに併合されていたアルザスロレーヌのフランスへの返還、ベルギー復興、セルビアの独立、コンスタンティノープルのロシアへの割動というフランス側が合意した。 競技条件を携えて訪問した。カールは最初の3つの条件については基本的に同意し、シクストゥスワテの1917年3月24日付の書簡でフランス大統領に対してあらゆる手段と個人的な影響力を行使するという極秘かつ非公式のメッセージを伝達した。この20世紀の王朝外交の試みはイタリアが シロルの割動を要求したことが主な理由となり、結局失敗に終わる。また、ドイツはアルザスロレーの地方に関する交渉を拒否し、ロシアの崩壊を目前にした状況で戦争を止めたがらなかった。1918年4月、この書簡の内容が漏洩した時、シクステゥスの議定であるオーストリアのカール一世は、フランスの首相ジョル・ジュクレマンソーが、 カール一世の署名入り書簡を公開するまで、関与を否定していた。オーストリアは同盟国であるドイツへの依存度を高め、ドイツ皇帝ビルヘルム二世はカールを激しく非難した。1919年11月12日、ブルボンパルマ皇子シクストゥスは、ビサッチャ公ドゥービル公のアルマンドラロシュフ公とその妻である、ルイーズ・ラジビューの娘、ヘドウィゲドラロシュフ公と結婚した。 ヘドイゲーの妹であるマリードラ・ロシュフーコーは、第11代、ポワ・コーである、アンリアントワーヌ・マリードの愛ユと結婚した。この結婚は、シクストゥスのイボアニである、ブルボン・パルマコーエリアの承認を得られなかったため、1959年に、エリアの息子であるロベルト・ウーゴが、父の地位を検証し、 おじでアるシクストゥスとグザビエの結婚を承認するまで正式な結婚と認識されていなかった。夫妻の間には一人娘イザベラが生まれた。彼女は1943年6月23日に登園にあたるロジェドラ・ロシュ風公白尺と結婚したが1966年に離婚した。夫妻の間には5人の息子と6人の孫がいた。フランスは サンジェルマン条約によって戦時中に敵軍側について戦った者の財産を永久に没収する権利を得た。シクストゥス公使のイボアニエリアがオーストリア軍に所属していたためフランス政府はブルボンパルマ家が所有していたシャンボール城を収容した。シクストゥスと弟のグザビエは連合軍側で戦ったため兄のエリアに相続分の増額を求めて 裁判を起こした。彼らは、かつての法的合意が、フランスの法律に反すると主張した。1925年、フランスの裁判所は、シクストゥスとグザビエの主張を支持したが、1928年に、控訴審で判決が覆され、1932年には、フランスの破棄委員がこれを支持した。兄弟には平等に遺産が与えられたが、シャンボール城は、 フランス政府によって返還されることはなく、フランス政府はエリアに賠償金を支払った。シクストゥスは、フランス貴族と結婚し、フランスに今日構えた後、数度にわたってアフリカ探検を行い、多くの著書や論文を執筆した。彼は、1934年3月14日に、パリで没した。テレビシリーズ、インディ・ジョーンズ、若き日の大冒険で、 ベネディクト・テーラー演じるシクストゥスとマシュウェイト演じる弟のグザビエが第一次世界大戦下のベルギー軍将校として登場し若きインディアナ・ジョーンズを助ける。また、エドワード・パーの歴史小説、王国の秋比クラクセンブルクのメッセージではシクストゥスと弟のグザビエ、そしてシクストゥス事件が中心的な題材となっている。ありがとうございます。